個人的にはしたんですけどね、まあ詳しくは違うのかもしれないですけどね、まあ印象的にはそういう感じがした。もっともフランソワ一世は公式的には1528年にパリを異常と定めた。パリでは学術が発展し、コレージュとフランスにおいて大学教育課程、倫理とリベラルアーツという言葉がここで生まれるんだね。リベラルっていうのは今までのナショナルニズムを壊していくようなアート。だからそれまでの固定にあった、芸術、それに比べて相対的に新しい、これから変わっていくみたいな、そういうアーツが近代教育課程に加えられ、王が望んだ人文主義や正確な、科学が研究されるようになった。王様好みにね、こういうのが進んでいく。16世紀後半、ユグノー戦争の時代にはパリはカトリック派の拠点であり、僕はね、あんまりね、詳しくないんだけどね、昔、ローマ帝国っていうのがあって、それが2つに分裂した。その一つの方が、このカトリックで、このパリの方に逃れてきた。っていう印象がしてます。で、カトリックは、規律がものすごく厳しくて、従わないといけないみたいなね、そういう印象があります。まあでもね、僕もね、あんまよく分かってなくてね、日本に最初に来たのがポルトガルで、その次にオランダがやってきたんですけどもね、どっちがカトリックだったかがね、ちょっともやもやしております。すぐ忘れちゃうんだよな、拠点であり。1572年には、サンバルテルミの虐殺が起こってプロテスタントが殺害されるなどした。プロテスタントっていうのはイギリス人のことかな。サンバルテルミの虐殺が起こってプロテスタントが殺害されるなどした。わかんないな。シャルル9世を引き継いだアンリ3世は平和的な解決を模索したが、民衆は反乱し、バリケードの日と呼ばれる1588年5月12日にアンリ3世を強制追放した。この時からパリは16区総大会セイズという組織によって統治されるようになった。まあ世界初の民主主義っていうのがこの頃から始まるのかな、ちょっとわかんないですけど、そういう印象がしてます。という組織によって統治されるようになった。これまではね、王様のね、お好み通りの学校教育が行われたり、宗教絡みがあったりしていた。ここからね、組織によって統治されるようになっていく。
まあ組織もねいろいろあるからな、何とも言えないですけど、このあとカトリック派からの反発を招いたアンディ3世が殺害された。されボロア朝は断絶した。なんとか朝なんとか朝っていうね、昔はあったんですけどね、権力の塊みたいな。日本でも、奈良朝廷とかね、詳しくないけどね、奈良朝廷が関東の新座っていうところになんか塩を作ったんですよね。新座木郡だっけな、新座木郡、まあ詳しくは覚えてないけど、まあそういう、ここにもねブルボン朝という朝廷がありますね。メーリアンによる1615年パリ地図がここにあったんだろうね。まあこの後はして、1594年アンディ4世の即位によりパリは実名実な名前実ともフランスの首都の座を復活した。またこの時からパリが首都になった。それまではちょっと分かんないな。バロア朝後期の王と異なり、アンリー4世はパリを主な住居とし、首都での多くの公共事業を行った。それまではね、郊外のお城とかにいたんだね。ルーブル宮殿の拡張、ポンヌフ防柱広場、ドフィーヌ広場、サンルイ病院の建設がなされた。フォンデ、フォン